はい、どうぞ飛行、丹沢に来ています。見つかりました。あ、ここだったのか。さっき迷ってですね、折り返した上にあるんですが、これはわかんないですね。林道沿いっていうか、あの地図上と、だいたい今下を、林道を回って上がってきました。100メートルないぐらいですかね。あ、こんなところに、これはちょっと記憶ないですね。昔からあったのかな。もうここ林道になっちゃってるんで、全く昔のことは覚えてないです。あれ？雪？そんなわけないですね。あ、ここですか。尾関先生。愛知県の方なんですね。13歳で登山始め。まあ、休憩所みたいになってるんでね、ここで座ってる方もこのことを知ってるかわかりませんけど、いわゆる先駆けの人でね、日本山岳会に大きく貢献したと。まあ、こちらに移り住んでたんですかね。まあ、山岳連の会長にもなってるんですね。なるほど。東南の登山訓練場の設立。なるほど。まあ、登山道の整備とかね、そういうことも大事ですけど、まあ、避難、登山訓練所って、ね、まあ、あれですよ。遭難にあった人を助けるためのね、その人たちを助ける人を養成する、学校みたいなところですよね。はい。ようやくここですね。いや、もう、今日は登山、完全登山ですね。まあ、といっても往復2キロぐらいなんですけどね。楽々登山で。さっき登山者の人がね、すれ違いましたけど。あ、これですか。立派な銅像ですね。結構、もうちょっと大きいかなと思ってね。まあ、一般的な大きさですかね。すごい大きいイメージをちょっと。はい。まあ、今日周りに誰もいなくてよかったです。山の恩人。尾関博氏の像。恩人なんですね。山。まあ、登山の格好はしてらっしゃいませんけど、いわゆる胸像っていうやつですね。あ、立派な銅像ですね。あ、こういうのあるんだ。まあ、ちょっとね、なかなか登山をやってる身でもこういうのあるっていうのちゃんと、やっぱり興味がね、ないと。銅像に興味があるっていうか、まあ、深田久弥とかね、そういう有名な方の銅像だったら見るかもしれませんけど、ちょっとね、一般的にあまり知られてない方になりますね。あ、やっと会えました。今日はここに来て、一汗かきましたので、ちょっと休憩したいと思いますね。はい、丹沢の尾関博氏の銅像でした。